はよう。今日は早起き、ガチガチの早起き。やばいなあ、ゆうやっぱ早起き苦手。早起きするしなきゃいけないってなったらさ、全然するけど、めちゃくちゃ学生とかすごいと思う、本当に。元気ないよ。朝だから。おはよう。今日は4時間ぐらい寝ましたかね。ちゃんと
はよう、みんな。みんな朝早いね。早い。夕は早起きができないから、朝早くから行動している皆様はすごいと思います。なんだかんだなんだかんだ起きてんだけどね。えらいポキー。今日の仕事崩れちゃう気がする、朝早くから。コンシーラー持っていこうかな。そうそう、なんかこの間ね、公園でね、ツーショット券とサイン券があったから、あんまりメイク崩れさせたくないなと思ったんだけどね。1公演終わってターメイクさんに、メイク全然崩れてないねって言われて、シャー、
崩れないように崩れないようにってメイクをしたことはないけどさ、自然と崩れにくいメイクやっててよかったよ。今日朝から仕事だよ。やばいね。顔がむくむ。マジで喋れない。なんかさ、こうやってさ早起きでメイクしてるからさ、今日も遊びに行くのって思われてる？
いて、またメイクブラシが目に入った。いて、いい感じ、顔が出来上がってきたぜ。配信してる。わ、すごくない？このさ、朝のさ時間帯だからさ、めっちゃいろんな人が見に来てくれて、盛り上がり指数がすんごい。
なんかいつもお仕事の時チークを塗り直すっていうかメイク直しで使うかと思って持ってくけど結局一回も使ったことないんで、いらないかもチーク。終わり。髪の毛やらなきゃね。10分でお下げにします。お下げはめっちゃ髪の毛がボサボサだろうがどんだけ傷んでようがアイロンを通さずに可愛くなれる。髪の毛の部屋整える上で一番めんどくさいこと、触覚を決めること。
はい、次こっち。ほら、アイロン通さなくても。可愛くなれるでしょ。続いて前髪をやっていきます。そうなんですよ、実はね、おさげは手が凝ってるように見えて意外と簡単にできちゃう。ストレートアイロン通す方がマシ、なんか楽っていう人いるかもしれない。ユナは編み込みというか三つ編みを作業する方が楽。
きました。よし、壇上読んで朝の散歩をしてバイバイ。では壇上見ます。みんな朝からありがとうございます。あ、そう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 、30万ポイントのミッション達成しました。ありがとうございます。またステラゲットです。では壇上見ます。13位パンダさん、ありがとうございます。12位レオナさん、ありがとうございます。11位月狼さん、ありがとうございます。10位カオさん、ありがとうございます。9位トアさん、ありがとうございます。8位あかりちゃんさん、ありがとうございます。7位ゆうたさん、ありがとうございます。6位タロさん、ありがとうございます。5位まさかさん、ありがとうございます。4位音速の貴公子さん、ありがとうございます。3位バックさん、ありがとうございます。2位マシュマロポキ、ありがとうございます。1位ガガさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。みんな頑張ろう。今日も一日、今日も頑張っていこう。金曜日、バイバイ、ごきげんよう。